カジミエシュ大王から与えられる、ビシリツァ法令カジミエシュ大王法令、または、ピョートルクフ・ビシリツァ法令は、ポーランド王カジミエシュ三世が1346年から1362年にかけて、ピョートルクフとビシリツァの美越で制定した、ピャスト長期唯一の明確に法典化された法令集である。ボレスワフ賛クシボウスティの遺言上により、 キャストアサポーランドは1138年から分裂期に入り、2世紀もの間、ボレスワフ3世時代のポーランドが一人の君主の元に統一されることはなかった。1320年、諸公国の統合と、ボヘミア王国や中東騎士団などの外敵の排除を進めたブワディスワフ1世がポーランド王位を獲得し、ようやくポーランドは再統一された。 彼の息子カジミエ主三世は軍事力によらず巧みな内政と外交によって後に大王と呼ばれるほどの名声を得た。特に彼はポーランド各地の法を統一し国家の統一性と国王権力を強めることに力を注いだ。国王の強大化を望まない貴族たちなどの抵抗を受け王国全土を法的に統一しようというカジミエ主三世の試みは完成しなかったが ポーランドの二大地域においては望みを果たすことができた。すなわち、ビエルコ・ポルスカにおけるピョートルクフの法令と、マオポルスカにおけるビシリザの法令である。法令が出された具体的な時期はわかっていない。とはいえ、ほとんどの内容は1346年から1362年の間の微越で定められたこと、またピョートルクフ・マオポルスカ用法令が1362年に、 完成を見たことは確からしい。また、カジミエ主大王法令として知られる法典でありながら、カジミエ主三世の死後に書かれた部分もあることが分かっており、返纂の功績すべてをカジミエ主三世のものとみなすことはできない。法令集のおよそ3分の2が刑法であり、残りは司法である。ほとんどの法令は条文だけでなく、なぜその法律が存在するのかという説明が、 付随しているという特徴がある。法令はラテン語で書かれている。15世紀前半にポーランド語に、またその後にルーシ語に翻訳された。15世紀後半には印刷されるようになった。カジミエシュ大王法令は、ポーランド初の成分化された慣習法である。後の数世紀にわたって、ポーランドの法律の基礎となり、文例や判例として影響を及ぼし続けた。 また、ポーランド国家の統一というカジミエ主賛成の目的にも一定の貢献を果たした。ありがとうございます。